はい、皆さんこんにちは、和道です。今日は2018年の4月の30日の夕方の18時39分です。どうも。多分便所さんが放送盛り上がってるんで、いつらかっそりまくります。あーでもね、すごい。どれぐらい見てたかちょっと人数は知らないです。2000ぐらい行ってましたね。あやっぱ行ってんの。最近1600、2000ぐらいですよね。はい、ふわっちででも2000とか3000集めるのすごいですよね。すごいですよ。あそこ集まらないから。あ、そうだ、あのこの前の照明機材って何を使ってたのか、なんか照明ぐるっと回ったんですけど、まあ、全然わかんなくて、あれフラッシュなんですよ。あ、僕はフラッシュ使ってる。まあ基本写真多分フラッシュ。ほうほう。でも別にいいんですよ、用途は一緒だから。ただバッテリーだったりとか消耗が激しくなっちゃうから、フラッシュだとその時だけしか光らせないじゃないですか。やっぱり照明使うと大掛かりになっちゃう、うん、ただ小さいタイプのそういうキューブ式、あどれぐらいのか、なんか LED のこんなやつとかもあったんですよ。4万ぐらいしか。まあそれでもいいんだけど、結局光が当たればいいんですか。そうす、原理的には。まあ、でも動画やるんだったら、はい、そういう光があった方がいいです、はい、ただやっぱり結局僕らなんか移動するから、はい、車とかで移動すればいいんだけど、写真とかの場合、はい、物が大きくなると結局軽量化したいからフラッシュになるっていうだけなんですよ。だから用途的にも光当てるっていう意味では照明じゃないですか、フラッシュ。あ、松戸さんすいません、 iPhone の充電器とかって他にできますか。後ろ、あ、いいですよ。なんかありますか、充電できるの。そこ、モバイルの充電が入ってるんで、はい、これですか。そこの、あ、これですか。そこの繋がってるところをさせるから、はい、これか。あ、それ、あ、違う、モバイルバッテリーそこにありません。これでいい、これ使ってください。これ、あ、ありがとうございます。これとモバイルバッテリーがね、これですか、赤いやつですか。いや、黒いやつ、黒いやつ。あ、これか。あ、あ、なんか、あ、これ入れてくれれば。ありがとうございます。あ、もう配信は今始まってるんですか。あ、今回します。はい。そんなかしこまんないんですか。はい。え、楽に。はい。いやー、でも昨日ちょっと行って、はい、まあまあ楽しかったら楽しかったんですけど、アマチュアだから、はい、でもなんだろう、あの子は高校生ぐらいの時、はい、2、3年前なんだよな、あったの。はい、今二十歳そこそこだから。おで、まだ、でもまあそんな頻繁に連絡ないですよ。お互いにする写真とかどの方も、例えば連絡するぐらい。はいはい。見たけど。でもね、多分ね、ワードさんにしてたから。でもね、結局、はい、僕もそうなんですよ。やっぱり、ある程度上手い人じゃなきゃ撮りたくないっていうのがあるんだけど、はい、結局、なんで行くかっていうと、はい、練習なんですよ。あ、要は被写体とその環境。はい、環境下の練習で行ったら、はい、本当にその曲が好きとかじゃない。上の看板めちゃめちゃ良かったですね。あの、最後4つ撮ってたじゃないですか、アーティストの女の子と風景で看板撮ってる写真が。風景と看板、風景じゃなくて看板ですね。看板図がなんかカウンターの上っすね。あ、はい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 、はい、あれ良かったですね。3000枚くらい撮ってるんですよ。マジっすか。の4枚、3、あれ結局、はい、あの子平気なんですけど、他のやつが出せないから。あ、で今それで、そうそうそう、老現像してて、はい、でもう半分1000、でもその1500カットから、はい、ああいうのって結局電車で撮ってるじゃないですか、はい、バババババ、それで2、3000枚だから、あ、結局そこから選んで、なるほど。でライブとかだと何だろう、色が環境がすげえ変わるから。あ、質問いいですか。あ、あのフラッシュにオレンジのやつをつけてたじゃないですか、うん、僕のあれだとオレンジを通したらオレンジ色にならない、なんで青くなるんですか。要はオレンジ色に、被写体がオレンジ色になるわけじゃないですか。被写体がオレンジ色になる、なるほど。光を当てるから、はい、それをだから他の部分がコントラストで青くなるってことです。そう、要はこれでケルビン数を、要はそのままの状態だとオレンジ当ててるから肌がオレンジになるんだけど、はい、そこを要は青く持ってかないと肌色に近くならないじゃないですか。なるほど、なるほど。そういうことです。あ、分かった。オレンジ色を当てる、うん、
全体的には全体というか被写体がオレンジになる、それをカメラの機能でホワイトバランスとかで 青白に普通に寄せると周りが青。なるほど、やっと意味が分かった。あ、なるほどなるほど。ってことはホワイトバランスオートだとオレンジ色になっちゃうと、ね、オートだとまあそうっすね、その時その時ってやったどうかな、多分ね、はい、オートで実はやったことないんだけど、はい、多分ね、なんだろう、迷うと思います。あ、うん、後ろのあれとかの何、はい、いろんな環境で変わっちゃうかもしれない。毎回若干変わるかもしれない、色が落ち着かない、多分オートでやったら。あんまりオートで試したことない。オートでもそのままいけるのか、いや、いけないな、多分ちょっと迷うかもしれない。やっと原理が理解できました。え、それって動画でも同じ原理なんですか？動画もまるっきり一緒。動画も結局、はい、そのケルビン、要は蛍光灯のケルビン数だったりとか、はい、白熱灯がケルビン数、はい、ケルビン数決まってるから、はい、もう動画でも写真でも基本的には原理的には変わらない。はあ。だからオレンジ色の光を普通に動画撮るときに当てれば、はい、もちろん、はい、肌色にさせれば、はい、あの後ろの景色とかが青目の方で、それは原理は一緒。やばい、すごい。やっと理解できました。で、基本的に大体、はい、なんだろう、あんまり赤とかあんま使うことないんですよ、特別なあれじゃなきゃ。基本的にはオレンジか緑だから。オレンジか緑、緑だと今度逆方向、周りがあったかい色になってる。そう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 、基本的には根本的にはでもそれぐらいしか、もうほんとよっぽど特殊な時をやるときは赤使ったり青使ったりって、それはもう直接の色を出す時ですよね、写真。例えばトンネルの中で青、赤い表現をしたいなら、はい、フラッシュを天井のトンネルの方に向けてトンネルをこう赤くしたりとか青にしたりとか、そういうのは使ったりするけど、はい、根本的にあんまりもうその2つ、グリーンかオレンジで大体こと足りちゃう。あとは通常、通常だと大体5600から5700ケルビン、結局ブラッシュ当たったところっていうのはそのケルビン数になるじゃないですか。だからブラッシュ使った方が逆に環境光の影響があんまり受けないというか、人の肌質がね、光が、その光が当たるから。ただミックスになる場合はあるんですよ、やっぱ他の結構邪魔したり、その自然光もやっぱ配置とかで計算しながらっていうか、まあ、はい、あ、もうそれはね、測る機械あるんですよ、はい、ここがどれぐらいのケルビン数だとか露出の測る機械があるから、はい、厳密にやるんでやればそれだけど、はい、あとはあのカラーチャートパネル、名前忘れ、正式名忘れだけど、はい、パネルがあるんですよ。例えば固定だったら、はい、その時撮れば白とかね、こういろんな色がこう何カラーカラーのやつあるんですよ、はいはい、それをだから当てるんですか、こう最初にね一緒に撮っとくの、こうやって、はいはい、あ俺それ友別秀人の動画で見た。 あとあのー、なんか自慢してた友別秀人が、あれもあるじゃないですか、はい、あのカチンカチンにもついてるのあるでしょ、そういう色のカラーのパネルが。あ、わかんないです。多分あると思うんですけど、最初に要はそれを取ってやれば、はい、後でおかしいなと思った時にそこをスポイトでピュッてやると、はい、ああなるほどなるほど、グレースケール、なるほどなるほど、ちゃんと、はい、それが基準色になるんですね。そう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 、ああすごい面白い。そうそう、だから映画撮る時後でカラー、それもめんどくさいんだけど、はい、撮る時もしその環境、はい、基準になりますもんね。だから必ず撮る前に1回出して、はい、でそのカットを撮影すれば万が一色がおかしいなって後でなった時にそれスポイトでピッて拾ってあげれば基準値もかなり。はあ、なるほど。そうっすね、グレースケールとか、はい、それが、まあ僕持ってきて使わないですほんと厳密で言ったらもう基本的にある程度若干やっぱりおかしいなって結構あるから、はい、もう自分の目で本当はでもそういう風にやった方が、はい、ちゃんと一定の色でも毎回毎回、はいはい、あ、で、もう一個いいですか、あ、っていうかもう多分質問攻めになると思います。ああ、前回のあれがあったじゃないですか、それでなんか答え合わせいっぱいしたくて、あ、はい、あの、なんだっけ、常時照明だと普通に焚いておくわけじゃないですか、うん、で、フラッシュの場合だとパッて光るわけじゃないですか、うん、
シャッタースピードとかを計算に入れないといけないですか、フラッシュの場合は。はい、通常何十分の1とかっていうんだったら設定で通常のシャッターのスピードの平均です、はいはい、ただ、はい、要はになんか15秒まああんまりケースないと思うんですけど、超録音になると、はい、あのまあそれはもう写真だけど、はい、超録音になると、はい、後にフラッシュを、要は終わる瞬間にフラッシュをたくっていう形じゃないと被写体ぶれがどうしても起きちゃうから、最初に光当てて人物撮るけど、はい、結局その次まだ時間が残ってるわけじゃないですか、はい、だから最終的にはもうそういうなんだろう、まあ動いちゃったらダメなんだけど、ちょっとの振動くらいだったら最終的にパッて光が当たったところは止まる、そこで一気にその被写体を光で吸収するが最後にバッと終わるのに。だから和道さんの逆じゃないですか、あのこの間透明になっちゃったの。あれ原理がまだよく分かってないんですよ。なんとなくは分かるんですよ。シャッター例えばあれ30秒設定なんですけど、30秒間光を集めてる、だから途中から入ったから薄まる、薄まる。ただ要はあれでしょ、歩いてるところが映ってないってことでしょ。そう、それあれはね、はい、あれをもし5秒とか6秒とか、はい、もうちょっと早めのシャッターになれば、はい、歩いてるところが映る。要はあれですか、動画でいう原理的に言うとフレーム数が少ないからとあの薄まってるだけで、実は映ってるってことですか、歩いてるところ。秒数が長いから、はい、最初のやつは消えちゃうんですよね。はあ、だからあれを短くすれば、はい、ちゃんと人道つこう、はあ、ぼやけたぼやけたの影っぽいのありますよね、うん、あれ5秒ぐらい、まあ、できる5秒、まあちょっと秒数そこまで僕もなんか、はい、自分でテストはしたことないかなとも言えないけど、はい、うん、でも原理的にはそういう感じ、はあ、だから例えば、はい、もうやっぱこうやって人が動いてれば、はい、基本的に30秒くらいとか20秒とかでやればほぼほぼ消えちゃいます、あれ歩いてる。ああなるほど、消えちゃう。ただそれが中途半端に5秒だったりとか、はい、例えば、まあ、20分5秒6秒、うん、何秒単位だと残っちゃう、ぼわっとぼわっと歩いてる感じの残像みたいな感じ。その辺はテストして試さないと、はい、一概にこれぐらいだとこうなるっていうのはもうあんまりそれは試したことないからでもまあ多分そんな感じだろうなと思って見てあります。あとはね、多重録音っていうのがあるから、多重録音要はその、はい、合成みたいな感じで撮るときに3枚ぐらいパンパンパンって撮ってそれを合成するときに、はい、そういう原理になる、そういう写真ができるときは、あの iPhone の HDR ですか。うん、そうですね、ダイナミックなんとかレンズ。だから、はい、なんだろう、あとやっぱ道具っすね、あれシュポシュポとか。あ、買いました、買いました。シュポシュポと拭くやつとレンズカバー、これは買いました。あ、それか保護フィルム。保護フィルムです。保護フィルムはね、実は僕は使わないです。あ、なんでですか。なんだろう、まあそこまで、まあ持ってるは持ってるんですけど、はい、昔は使ってたんだけど、はい、結構、はい、ちょっとやばそうだなっていうとこはするんですけど、基本的にはやっぱりレンズが1枚いくら薄いなんとかとか言っても、はい、やっぱそこはレンズが横通っちゃうから、ね、あ、確かに解像度はやっぱり若干ですよ。そんなね、はい、厳密に言ったらどこまで違うのって言われたらちょっと困るけど、うん、やっぱりどうしてもガラス1枚増えちゃう。まあそうですよね。そうそう、あとねフレアがね、変なフレアが、あ、そうそうそう、フレアがね、変なあれが入りやすくなる、なる。まあそうそうです、うん、それが入る。ただね、まあ確かにそれがあって助かった時もあります、うん、あとはだから、はい、どうしてもあのレンズフィルターできない魚眼レンズとかああいうのはもうできないから出っ張りすぎちゃって、そういうのはねもうできないから。でも基本的にはだ結構保護フィルムとかや、あのレンズとかやる人でも、はい、プロとかだとやっぱり結構過酷なこと、風景写真もそうなんですけど、やっぱりちょっとぶつける可能性があるなっていう人は意外と、まあ大丈夫だろうっていう人でもね、保護フィルムとかでね、それだけでもね本当にガツンと
ってやってあったから助かったってことは確かに1回ある。お高いレンズだと20万とかだと あれですよね。もうそれで一発で終わっちゃうから。あれ買いました。なんですか。カビ生えないように。買ってないですよ。あれはね絶対ですか。みんなに言われてますコメントで、うん、要はカラーボックスに防腐剤でもいいからやりなさい。そうそう。そんなに入るものなんですか。ね、はい、そんなにすげえ放置して、あとはまあ環境か、保管してる場所、はい、大体カビって 60% から 70% ぐらい結構やっぱ入るって言われてるから、うん、まあでもね、なんか楽天で2万2、3万のやつ買おうかなと思ってますよね。あ、うん、そうそう、あの防湿庫とか、はいはいはい、あれはね金庫みたいな、そうそう、あれは結構いいっすよ。あれはもうあの電気代もそんなかかんないし、湿度ちょうど40度ぐらいになるようにセットしとけば、ずっと放置しとけば他のものも大きいのも入れられるし、カメラ自体も入れとくんですか。カメラも入れとく。カメラももうカビ生えたり、はい、レンズカビ生えたらもうあの売却できなくなるから。へえ。僕もね、でもね、いた、はい、この間ね、はい、マップカメラって行きました、新宿。行ってないです。新宿にちょっと行ったんですよ、はい、もういらないレンズが結構あったから、はい、で売却するのに待ってて、ほいでやっぱりそのお客さんが来て、はい、あ、カビ生えてますねって言われて、はい、もうやっぱ買い取りはもう全部拒否されてたし、はい、でそれをなんだろう、除去することもできるんだけど、逆にそれ結構お金かかっちゃう。カメラどうなんだろう。カメラちょっと、まあ、レンズも厳しいですけどね、正直カビってなってね、古いなんだろう、マニュアル式のレンズとかだったら、まあ、自分でやろうと思えば一応ハウトゥーみたいな YouTube もあるから、それも。あーでもね、もうほとんどカビ生えちゃったよ。だから多分古いカメラを出してきて、はい、もやもやもやってした、なんか、はい、なんか変な写りおかしいなっていう人は多分いると思うんですよ、知らない人で、はい、それ大体カビ生えてるから、ちゃんと写らない、もやっちゃう、なんでもう中にカビが入っちゃう。コンデジでありました昔、今考えたら。あ、それで、わかんないわかんないって言って、もうなんか拭いたりとかやってもダメ、中に入ったって、中にもカビが入る。あれそうだったんだ。なんかもう小さく、そうそうそう、玉でもないもうフレアやってもね、もうそれはもうダメだから。あ、カビだったんですね。カビ、なるほど、カビです。あれがね、だからやっぱりやっぱね、みんなね、ならないと思う、なる時になるからだから、でもまあ特にそうの、今なんかそうなの、今はちょっと良くなってきたけど、湿度が高いで、やっぱ車から外行くとメガネも曇るじゃないですか、うん、レンズも同じ原理で起こってるから、中に若干水滴とか絶対入ってるんですよ。それをやっぱり長時間放置して、ある程度その乾き気になるんで、ずっと置いてて入っちゃう。メーカーらしいどうなの。あ、でも結構お金取られるし、買った方が早いって多分言われちゃう。スピーカーなんか使ったことないですけど、なんかすげえ評判いいんですよね、これ。あ、結構もともとね、ソニー、あ、でもね、はい、ソニーの方がいい。ソニーの持ってたけど、そっちの方が全然いい。ソニーのスピーカー、これはね、アンカー、ソニーもね、同じ、いろんなメーカーやっぱオータムソニー、アンカーめちゃめちゃ頑張ってますよね。あ、でもアンカーいいっすよね。バッテリー僕全部アンカーで、うん、高くないし、はい、お手頃価格で、すごいっすよね。すごいすごい。これでも十分ですけど、はい、ソニーとかだと結構ボリュームもうちょっと上げられる、はい、ちょっとねボリュームが弱い、ちょっと弱い、普通に聞くんだらいいですけど、はい、もしなんか外でちょっと使うんだとちょっと出力弱いかなって感じはします。でも車見てやる分だったら全部。大阪にやっと第一号店舗出したニュースになってました。アンカーすげえ頑張ってますよね。アマゾンのみでやってんすか。いやどうなんだろう、なんか自分のネットショッピングサイトでやってるイメージがあって、最近そういうメーカー増えてきてますよね。だからもうどうなんだろう、アンカー、そうアンカーもそう、確かにそのモバイルバッテリー知ったから、はい、なんかやっぱベストセラーとかいうのになってるじゃないですか、はいはいはい、あ、こんなのあんだ、安いね、初めて買ったから。実際悪くないですよね。悪くないです。値段安いわ、シンプルな機能です。それが悪くないっていうのがあったから、はい、ソニー上げちゃった後に欲しくなって、はい、あ、でもこっちの方が半分ぐらいで買えたから、ただ
ソニーが1万円か1万ちょっとぐらいで、これが、ね、4000いくら、そんなもんですね、はい、4900いくら、僕もちょっと買おうかなと思ってたんで、それ防水でしたっけ、あー、そこまで上がるんです、多分ね、防水だと思いますよ、多分そうだったんですよね、僕買おうと思ってたんで、風呂場で聞きたいなと思って、風呂場スピーカーです、Bluetooth ですよね、そうです、軽い、USB のほうもちゃんとこうなってるから、防水してるんでしょうね、ですよね、いつの中なんですか、あとはもうカメラの設定のその項目自体もはっきりソニーのって分かんないから、そこは徐々にやってくって 見てこうやらないと、なんかオリジナルってやるのでもね、ソニーは正直僕も時間かかりました、うん、それでも良くなったんですよ、前のもっと分かんないから、あーなんかもう設定がぐちゃ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 、もっとね、はい、配列がねやばくて改善されたんですよ、それ昔の携帯電話思います、出しません、ガラケーの設定とか、もうね、本当にソニーはね、そうなんだよ、ただだから機能が結局増えてるっていうのもあるし、あそこもあるから、でもしょうがないっちゃしょうがないんですよ、ほぼほぼなんか特殊機能は基本的にはもうちっちゃう、ちっちゃう、写真なんかなんで切っちゃうのっていうの、要はロー現像でナチュラルの素材があれば十分だから、例えばなんだろう JPEG 撮って出してもいいけど、はい、それはもう確認、要は JPEG で撮って出しされるとこんな感じで出るよっていう確認だけで、あとはローのもので、うん、でもまあそのまま使えそうだったらそのままでも別にもちろんいいんですけど、はい、その JPEG が確認、完全に、それでローだけ落としてみて、JPEG でまあ使えそうだなってさ、ね、めんどくさいから後でいじくるの、JPEG で使えればそんな方がいいんですけど、やっぱりなかなかちょっと細かい、あとはもうやっぱ修正入れないと、そうそう、後で結局取って、なんだろう、あ、ローがあればなって、うん、そうそう、手遅れですもんね。そう、必ずローだけ残して JPEG はもう小さいサイズでもいいから、とりあえず確認、あと中間の大きさで確認だけ、あのリスナーさんが、はい、多分アルファさんのリスナーさんなんですよ、はい、なんか動画参考になるか見た方がいい、あーならないならない、いや僕銀座のやつ見たんですよ、あんなの全然ダメ、マジですか、めちゃめちゃ良かった、全然他の人見てください、あ、納得全然いかないけど、僕の系列の、いやもう全然もうめちゃくちゃレベル低いから、はい、マジですか、僕レベル高いと思って、いやいやあんなの全然ダメですよ、全然ダメ、多分ね、はい、他のそのやってる電動ジンバルって入れて、はい、検索してくればすれば結構出るから、はい、僕が言ってる意味は分かります、もう全然やっぱりなんだろう、あれソニーのアルファ6300使ってたんですけど、はい、レンズもそんなになかったし、そうそうそう、もうね、なんだろう、もう途中でやめちゃったっつうのもあるし、そんなし、やっぱりなんだろう、僕のね、あの動画でもね、全然ブレてますから、マジですか、ブレてないやつ、やばいぐらいブレてないですから、多少の後線編集もあるんだけど、根本的にもうジンバルとかする。なんか使い方とか、はい、あ僕らは全然ダメですね、あれはダメ、あ今どっち今あのいろいろ教わってるところあれぐらいだったらね、はい、すぐ撮れる、あですか、すぐできる、でもあれですもんね、ソニーってことはこれもでいけるってことですか、それの方が全然あれよりいいですよ、もちろんあれよりノイズは少ない、あれでもかなりノイズないと思うんですけど、そんなことです、暗いところとかと、はい、そっちはもっとノイズがなくなる、そう、あそうか、あとジンバルですよね、もしね、動画やるとか、はいはい、スタビライザーとジンバルってん別なんですか、周数一緒、要は電動になった、はい、電動とアナログ式のがあるから、アナログがスタビライザーなんですか、まあ、スタビライザー、うん、まあジンバル、電動ジンバル、ジンバルっていう、
まあスタビライザー、そうですね、濡れ防止じゃないけどスタビライザー機能とか言うんだけど、そう、昔はアナログしかなかったんですよ、矢印みたいな、岡持ちみたいな。あれ、僕そのイメージだったんですよ、配信用のだとそればっかりで。でもなんか電動ジンバルしたらこういうタイプじゃないですか、ハンドルみたいなっていう。あ、でもこれもある。今あるもうほとんどこです。あ、こっちなんですね。重きゃ切り替えられるようになってます、こういうふうに。はぁ、うん、ここの動くところあるじゃないですか、はい、そこを外して、はい、こういうやつと接続するか、ハンドルタイプで接続って大体今の。要はあれって水平を保てるってことですよね。そう、水平を保てるし、あの要は手ぶれが少ないクッションってことです。車でいうとサスですよね。そうそうそう、なんだろう、本当に要はここでフォーカス合わせたら、はい、こっちにずらしても同じようなこうカメラが、はい、ここに合わせたらこういういくらこうやっても同じ画角を要は映したりとか、あとはもうパンする時とかやっぱ滑らかに、通常だと力入れて人の力だとガクガクガクってやっぱ難しいですよ、パンって。南東に進みます。同じ速度でこうやったりするじゃないですか。しばらく道なりです。僕レール買おうかなと思ってました。レールはね、ピーって動くのとか、あれね、あの三脚の上に、はいはいはい、あれはねダメですか。あれはね、はい、あのいや悪くはないですけど、はい、あれ相当大掛かりだから、はい、三脚2個必要だし、まあ、一発で売ってますよ。あ、1個のね、真ん中にこうやるやつもある、はい、あるけど、はい、いやいやいや、いらない、だったらジンバルですか。ジンバルで十分できますよ、それは。あれね、今やるとしたらね、あれで使ってる時は多い、タイムラプス。タイムラプスってパラパラ漫画みたいなんじゃないですか、パラパラ。あー、なるほど。そう、あれでね、使うことが多いっすよ。はいはいはい。あれで要は、ワンレーンで、はい、例えば1時間とか2時間とか3時間ゆっくり、それはもうジンバル持ってたり人の手じゃできないじゃないですか。できないですね。だけどタイムラプスって3秒とか5秒に1枚ずつ写真とか撮ってって、それをまとめて動画にするから、はい、ゆっくりなの欲しいですよ、はい、ゆっくりこわーって動くのジリジリジリ、はいはい、そうするときにあのあれを使うっていうのがどっちかっていうと主流なんですよ、うん、そう、レールはもうほぼタイムラプス、徐々に前にこう行くとか、はい、横に行ってカメラも徐々に回ってる、この上にこう動かすのつけて、だんだんこういう感じですごいゆっくり、そう、星とかもこうやってんじゃないですか。星とかも10秒とか15秒で1枚ずつだから、本当そのワンレールで3時間で到達とかっていう。1個やりたい表現があって、実はこれまだ西田さんに話したいんですけど、映画撮るときにどうしてもやっぱり僕写真の方が綺麗っていう認識なんですよ、はい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 、あの動画よりも、うん、まあそれあの、まあ、解像度はね高いですからね、はい、写真だから。で写真に黒巻きの人物かぶせて、要はレイヤー構造でなんとかできないのかなっていうのをシーンに差し込みたいんですよ、違和感のあるシーンを。あ、レイヤーはできるじゃないですか。できますよね、うん、普通に同じあの動画、あの写真もそうだけど、はい、動画もレイヤー方式とかって重ねてね、はいはい、薄くしたりこうなんかやったりすると重なり、ちょっとイメージが分かんないけど、多分そんな感じですね。いや、アニメと一緒ですね、背景と、うん、ああそういうことか、はいはい、それが実は俺がやりたいって言ってたことなんですよ。いやー超むずいですよね、上側の多分面倒くさそうだな。でそれができると、なんていうかっていうと、背景がまず写真一眼の波の写真でできて、前が急にエフェクトかけられるわけじゃないですか。だから最初の違和感からグワーってエフェクトでアニメーションっぽい顔に変わったりとかないじゃないですか。それを僕はずっとやりたいって言ってなかったんですけど、リスナーさんには。技術はね、技術ですよね、その辺になっちゃうと。そうなんですよ。それであのパソコン70万のパソコンが必要なんだって。あ、でも面白くないですか、そのアイデア。面白いと思うけど、あ、ま、でもできなく、あの下手に作るシープでダサい絵になるけど、まあ、変な話、はい、ね、こういうのやってるから、はい、やっぱりそういうの、はい、詳しいやつは必ずいるとは思うから、はい、多分一人でこ
人でやろうと、その編集とかどっちみち誰かに手伝ってもらわないと無理ですね。多分そこまでのレベルやるんだったら、はい、いやだからもう最後のシーンのワンカットとか、うん、もう本当印象的な1秒とかでそれをやろうと、ね、長いカットじゃなくてですね、はいはい、でそれで、ね、テスト版作ったら、いやこういうシーンを多くしたいっていうことで予算とか取れるかもしれないじゃないですか、うん、まずテストでちょっと短いシーンでちょっとぶち込んでやろうと思って。もうその辺のなんだろう、はい、技術的なあれは俺も分かんないから、はい、もう単純にね、俺なんか動画だって撮ってつなげるくらい、あと色調整ぐらいしかしてこなかったから、エフェクトはね、俺もちょっと手出したけど、はい、あでも結構周りはね、みんなそういうのってエフェクト系とかやりだして、はい、結構やってる。もともとあんまり上手くなかった人もやっぱり結局やり続けて、なんか色々調べながらね、自分なりにみんなやってる。俺はね、止まっちゃった動画は。アニメとかって詳しいですか？いや、もう全然わかんない。漫画も見ないし。なんか、すごい面白いのが攻殻機動隊っていうアニメが。あ、名前は知ってる。知ってます。で、結構その象徴的なシーンがあるんですけど、長尺のセリフを主人公が言ってるんですけど、明らかにカメラが主人公にゆっくり、その長尺でゆっくりゆっくりわかんないぐらい寄ってくんですよ、うん、でも、後ろの背景が引いていきながら矛盾してるんですよ。だから絵的には現実世界で起こらない。背景はどんどん広がっていってるのに主人公に寄っていって、しかもそれを作画レベルでそれやってるんですけど、撮影ってあるじゃないですか、アニメも。それを逆でやるっていう、だからめちゃくちゃなことやってて超違和感あるシーンなんですよ。あ、でもね、はい、そういうのね、はい、ジンバルとか使ってね、はい、特殊な撮影方法で、ね、あるあるんですか。要は多分そのカメラはズームをゆっくりしながら、ジンバルでゆっくり引いていって、さらに主人公だけ黒巻きで重ねて主人公に寄っていくみたいな、わけのわかんないことやってるんですよ。アニメじゃないと絶対できない表現なんですけど、うん、それをなんか映画に持ち込んで、あちょっとぶち込んでやろうと思ってるんですよね。そういうの面白い。でも俺もね、原理がちょっとわかんないんだけど、はい、普通だったらありえない、はい、できるのジンバルで、はい、それね、やってる外人とかいるよ、はいはいはい、そのジンバル使って、なんかどうやってんのかな。俺もその辺あんまり疎かったから、なんとかいろいろパンショットとか、なんかドリーショットとか、なんだかいろいろ名前がついてるんですけど、なんかね、あの辺の特殊な、多分なんかそういうアイディアとかだったらなんか勝負できるかなと思ったんですよ。要はあのセオリー学んでないから、うん、頭の中にその あるじゃないですか、妄想が。そこをなんかぶち込んで、なんかこう自分らしい作品撮りたいなとか次は思ってね。そういうの思いつくからいいけど、俺もいつも人の真似しかしないから。いやでも純粋にいい写真撮れるじゃないですか。いやー、僕ダメだよ。早くああなりたいですもん。いやあれぐらいだったら、はい、慣れるっす。2、3ヶ月でいける。マジっすか。絶対いける。俺なんか別にやっぱりね、はい、俺は結構、はい、そのあんまり芸術センスとかないから。マジっすか。ないえ、めちゃめちゃあの花火とかめちゃめちゃ、あと東京駅 の、 あのヘッダーのやつもあれ、あれね、良くないっすか。あんなのはもう全然だから。マジっすか、うん、もうね、いろいろね、はい、人の見た方がいいと思いますよ。なんて検索して勉強すればいいんですか。その写真家とかで検索するんですか。なんか用語がわからないからたどり着かないんですよ。例えば、はい、この間僕が挙げたあったじゃないですか、レンズ調べる、はいはいはい、ああいうのとかもいろんな人が投稿してるから、はい、なんかセレクトどうたらこうたとか、あとはなんか キーワードもそうだけど、あとはなんか人気別になってたりするから、やっぱいいねみたいなシステムがついてるから、そういうのでいろんなこう、とりあえずね、適当に見てても、だから東京駅だ東京駅って入れれば、はい、もうとんでもないのが出てくるから、こいつやべえみたいな、やべえって。もう僕のはね、もしかしたらね、はい、あんまり写真をやらない人が見たら、はい、あ、うまい、ちょっとまあ綺麗だなって思うかもしれないけど、あのもうそういう次元じゃないから撮ってる人が見たら、これちょっとどう撮ってんのみたいな。確かに要は構図とかある程度分かって撮れたとしても、はい、だからあとは後処理、後処理のその色合いだったりとかが、はい、もうね、たまんなくね、はい、やっぱりね、すげえ綺麗な人、うん、いるから、それはもう、まあ、自分で、はい、要はあの言ったライトルームとか、はい、こう色合いとかこういじくったりしてるんだけど、とにかくね、みんなやばいから、
だからそう、俺のはね、やっぱり普通の人が見たら、もしそのカメラとか写真とかあんまりやってない人が見れば、まあ綺麗だなっていうレベルで、うん、他のやつはね、あ、これ素晴らしいねっていうこれは無理だわって。だから例えば自分である程度のなんかちょっと見たことあるイメージがあって、はい、で同じような感覚で撮るじゃないですか、はい、で後々同じように検索するじゃないですか、行った場所、はい、で後から出てくるのすごいの、あ、うわ、これ撮れねえだろみたいな。そうそう、だからもうね、とんでもない。もうその辺はもう本当センスだし、はい、あとはやっぱり言われてるのが、はい、その編集とかの技術力つうのはもうありきだから。だからやっぱり昔の人はね、フィルムでその取って出しどうのこうのってこだわってる人はね、やっぱりね、そのある程度年配の人たちが多いから、はい、技術がついていかないんだよ、もう。あー、まあそうですよね。そうそうそう。今もう、あの、写真用は現像する段階に手こ入れして、現像がもう当たり前です。もちろんね、撮るのも適正露出で、綺麗に撮る、ピントちゃんと合わせて撮るっていうのは当たり前なんだ。それは当たり前のことで、はい、で結局その色合いだったりなんとかっていうのは別に今はもうデジタルカメラだから、うん、そこがやっぱりミソですよね。そう、いや、だから僕2チャンネルツイッターに超拡散された東京の風景の写真があったんですよ、うん、で明らかにもう絵みたいになってて、君の名はみたいになってるんですよ、あのアニメみたいになってて、で、うわぁ絵みたいって、いやいや絵みたくしてるんだよみたいな。そうでもツイッターの人たちは分かんないわけじゃないですか、うん、それが本当の現実にあると思い込んでるわけじゃないですか、その風景が。 それがね それがなんか面白いなと思って。だって写真、はい、iPhone でもそうだけど、はい、やっぱり現実は色なんてそんな何サイドなんてないし、はい、薄いから薄いですよ、ね、だからそれをやっぱりすげえ見た目で、はい、確かにね、あまりかけ離れちゃうのはあれだけど、だけどなんだろう、形はねそのものだから基本的に、はいはい、だからね、ありきなんてそこの技術力なんて本当に。あとなんかあのすごいの言いますよね、もう写真なんですけど、もうなんか写真の素材をバンバンネットで落として、要は写真的なこだわりじゃないんですよその人は、うん、そうじゃなくてもうパーツを黒あの切り抜いてバンバン絵みたいにして、なんか架空の世界を作っちゃう人とかいるじゃないですか、うんうんうん、もう、そうそう、ああいうのはもうデジタルだったんですよね。そうそう、あれはあれで OK だし、例えば花火の写真でもそうだけど、はい、やっぱり現像でこう花火をいくつも入れて、はい、なおかつ月まで入れちゃって、そんな環境ってなかなか伴わないし、それでこう、雲をこう、ね、入れたりとかさ、そうそうそう、ありえない環境なんだけど、でまあ結局なんだろう、よくコンテストみたいなのあるじゃないですか、あれはね条件があるんですよ。ああ、要はどこまでやっていいっていう、やっていいか、基本的には付け加えちゃいけないっていうのは、うん、ただその色合いとかなんとかっていうのはいじくっちゃいけないっていうのはね、根本的にはない。昔は結構あったけど、まあ、うん、それできなくなったら意味ないですもんね、現代デジカメ買う。そうそう、あとはね、なんだろう、あれはダメなんですよ。でもロイターとかああいうニュースペーパー系はもう撮ったところものを出せ、基本的にはいじくるんだから。まあそうですよね、うん、いじくったら報道にならないですもんね。そうそのリアルさを伝えなきゃいけないから。い、報道カメラマンってえぐいっすよね。あ、僕すっげえ、俺写真で感動したのって初めてだなっていうのが、戦車に向かって小石投げる男の子の写真があるんですよ。ああ、すげえかっこいいとか思って。そうそう、あれの元素材があったら欲しいんですよね。あれはもうね、もう取って出し、でもまあいるんすよ、いじるの。でもいじる時間があるんだったら早く送れっていう、うん、そういうあれで、こんなもんこっち側でやるわっていう、うん、そう、そんなのは思ったらそのものだ。やっぱりいじくっちゃうと綺麗に見せちゃったりするから、ね、まあもちろんえぐく見せることもできるんだけど、うん、そうじゃなくてもう撮ったもの、はい、これでカメラのそのメーカーによって色合いだ、はい、ニコンっていうのは、はい、現実の色を忠実に再現しようとする色なの、はい、キャノンは撮ったやつを色鮮やかに綺麗に写す、で人を写したりする人はキャノンが多いっていうのはそういうのがあって、メーカーによってオレンジっぽいっていうか、ちょっとあの肌色が明るくなります。現実ソニーはなんか青っぽいイメージでした、うん、僕の中では。そうですね、ソニーはね、どっちかというと冷たいっていうか、うん、でも見た感じキリッとしてるっていうか、そうそう、
で、あとね、処理がね、やりやすい、掃除は。あ、そうなんですか。変な癖ないから。だから、写真を何枚か見せてもらったカメラも見たんですけど、僕、個人的にはソニー、写真でもソニーいいなって思う。そう、ソニーはね、結構、中間色じゃないけど、あれだから、で後でどっちにも触れる、うん、触れるから、温かみある写真もできるし、冷たい方に撮りやすいし。ニコンはね、ほんとオレンジっていうか黄色っていうか、うん、なんか、なんかね、そっちの方にね、やっちゃうかな。あったかい感じですよね、ニコン。ニコンはどっちかっていうと人物よりね、言われてんのがやっぱり鉄とか、建物とか、その、レースとか、ああいうのがね、どっちかっていうと得意なカメラとは言われてる。あだから、はい、撮るものでカメラを分けてる人もいる。人を撮るときはキャノン、はい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 、そういうリアル建物だったりそういうのを撮りたいときは使い分ける人もいる。ただソニーだったらどっちでもいけるっていう。あとで結構なんだろう、変な癖がないから。そう、独自のメーカーの色があるから、富士フイルムとかもそうだけど。写真撮る上で一番こだわってるところってどこなんですか？いやでもそんな俺もなんだろう、すげえうまいわけでもないから、はい、いや今でもね、はい、すごくわからない部分結構あるし、いっぱいあるよ正直な話。こういう時はどうすればいいの？でもなんだろう、いあるんですよ、そのカメラ自体の使い方って、はい、ちゃんとあるんだけど、はい、要はでもある程度自分のイメージした通りの絵がはっきり決まってあるんであれば、それに近づけて、いろいろいじくって撮ればいいだけの話だから、はい、これはこういう風に使わなきゃダメってないから、それはあるんですよ。ある程度の、はい、まあ、なんか知ってる人に教わった方が、こうやればこうなるよっていうのは分かるんだけど、基本的にはもういじくって、自分で撮って、ね、もともとセオリー通りで言ったらね、写真学校かなんか行って、一から細かいところをこう習っていくっていうのもあるんですけど、根本的には答えを俺もあんまないと思ってるから、うん、禅の世界ですよね。そう、もうない、なんだろう。でもなんかその芸術とかもそうなんですけど、不思議だなと思うのって、うん、素人の人が見てもいいものはいいじゃないですか。あ、まあ、プロも素人も両方うならせるじゃないですか。そうそう、まあね、あれ何なんだろうって思いますよね。でもよく言うのがだから、はい、俺もそこは欠けるのかなと思うんだけど、撮ってる人の要はその気持ちが映るじゃないけど、うんうんうん、そこは俺はね足りないと思う。やっぱ感情っていうか、はい、そういうのは俺もあんまりない人だからだから多分ね、ある程度、はい、そういう優れてる人を見たら、はい、すげえ、あ、この絵すげえいいよねっていうのが、はい、多分通り過ぎてるタイプだから。あ、わかりました。そこだと思う。僕と同じサイコパス系男子。サイコパスか違う、それは違う。目のつけてる。ああ、まあ、わかる。で、まあ、こうやってこういう風に見ててもやっぱりいろんなものを意識して、あ、そうなりました。カメラ買ってからもうずっとのんさんが立つ、僕パーって歩いてコンビニ行くのに、うん、ずっと立ったり、そう立ち止まっちゃったりとか、あれ、こうだなとか、そういろいろね、見方変わりますよね。よく思考が変わってくるから、はい、普段ね、何気なくね、歩いてる道でもね、あ、こんなの見つかるようなんですよ。ですね。あ、こんなもんあったんだみたいな、はい、今まで気づかなかったものが、はい、やっぱり意識してるから、なんかカエルに気づいたんですよ、この前撮りに行った時。そういうのカエル撮ろうみたいな、こう歩いてると、はい、もう普通だったら見逃してる小さい虫だったりとかも、はい、こう目に入ってた、うん、まあ意識してるから、そうそれはあるかもしれない。でもね、やっぱね、もうでもね、やっぱね、女性のは向いてるよね。あ、そうなんですか。やっぱ女性はね、機械がいじくるのが不得意だから。あ、でも色彩感覚がなんか、そう強い。あ、それが僕色彩テストやると女性のトップレベルはめちゃくちゃいいんですよ。あ、じゃあだからやっぱね、優れてるんですよ。なんかそれ、なんか僕しかもでも極端な色好きなんですよ、昔から。赤黒白しか身につけないとか決めてたりとか。よく、でも、はい、赤く染めたいとか、その、まあね、スタイルとかもそうだよね。はい、だからその T シャツ同じのしか持ってないとか、うん、なんか結構笑われるんですよ、服とか。でも、で、色毛なのかなと思ったんですよ。なんかネットで調べたら男の人色毛多いじゃないですか、うん、そしたら逆だったんですよ。あ、めちゃめちゃ見えてるみたいな。逆にね、見えてるっていう、はい、そう、人のね、目って、俺がどう
目悪いからな。あ、でも色彩画も絶対いいと思いますよ。いや、そんなことない。あの写真見てて。なかなか難しいよ。感覚だよ。ワズさんね、聞いてると思う。声でなんかバレてる。あ、分かってると思う。そう、分かってるって言ったらやっぱ分かってる。てめえらよ、苦笑いしてるよ、いちいちうるせえんだよってめえ、 NG ぶっ込むかんだこの野郎。そういうのよくないよ。そういうのよくない。大丈夫大丈夫ですか、大丈夫ですか、別に気にしてないからよかった。いちいちいちガタガタうるせえてめえら全員 NG やからな。おめえよ、なんでてめえ、おめえよなあ、誰だよてめえ、おいかかってこいこの野郎って。あ、てめえ、XY いるね。お前、お前、お前、あいつアンチだろ、てめえよ。あ、お前、あ、何 ?XY のこと、お前何見てんの、お前 NG だから、お前そういうのいら、うちにはいらねえからさ、俺の放送はさ、ね、楽しくできねえやついらねえから、うん、NG ね、お疲れ。お前、便所なんか、お前、金儲けばっかりじゃねえかよ、便所はよ。リニーのあんな捨て頃とかよ。なあ、みんな分かってんな、やっぱり分かるでしょ。ワドさんも多いんでしょ、あの、はい、アンチ僕のところから、はい、あ、だからでも同じ系統が来るじゃないですか、うん、だいたいそういう、うん、もう雑談生主、もう便所さんかも含めてやっぱりみんな同じような流れでこう来るから、うん、だから最近やっと分かったのが、配信会って超狭い世界なんですよ。いや狭いですよ、ほんと狭いよ。実はいっぱいいるようで超限られてますよ、ね、だから例えばね、日本人なんか特にそうだけど、こんな狭い国でね、結局言語が日本語だから、はい、日本人になっちゃうけど、はい、だ英語覚えなきゃダメだな。英語だったらやっぱね、広がるし、めちゃめちゃ広がる。世界、日本の中でね、日本しか人しか来ないサイトやったらもう狭いっすよ。狭いっすよね。もうね、どうやってね、ネットだから姿が見えないから、まあ俺なんか多分あんまりしてる人いないから、はい、だけど他の配信サイト行ったって日本人来ても同じようなさ来てすぐバレちゃうの、どんなことしたって。そうそうそう、特にね声でわかるもんね、みんな姿がなんか表したらもうどこ行っても無理だよ。なんかでもその写真ってなんかあの不思議っすよね、なんか視点じゃないですか、完全に。その要は例えば同じ性能のカメラを10人に渡して、全くのど素人ですよ、小学生とかに、でなんかこうどっから撮るかじゃないですか。あ、もうそうそうそうっていう世界じゃないですか、ちょっと、ね、厳密に言うと角度を変えるだけでも変わっちゃうから、はい、そこが要は何だろう、はい、上の方から見るのか、はい、こうしゃがむのか、地面の方から見るのか、はい、それでもう全然変わっちゃうから。だけどやっぱり言われてるのが、はい、人の目線じゃないとこから写した方が人があまり見ない角度だから、うん、それがよく見えるっつうか、うん、犬を撮るんだったら犬の目線が下の方から、上からじゃなくて下の方から目線を合わせるとかっていうのはよく言う。ただね、姿勢がきついからみんなね立ってこうなっちゃう、僕もそうだけど、はいはいはい、なかなかこう要は寝そべったりするってやつは、だけどそこまでやってる人たちが、はい、やっぱりそのポートレートプロだったりする、うん、はい、うん、結局ねみんながねいつも見るような光景を映しちゃって、それは、うん、そうだから、はい、画質的なんだろう、俺の写真とかもそうなんだけど、画質的にはもしかしたら綺麗なのかもしれない、だけどやっぱりそれは構図があって、なおかつ画質もある程度綺麗に撮って、あ、すげえうまいだから、そこがやっぱり構図でも荒くても綺麗ないい写真はいい写真なんですよ。構図の方がね結構重要かもしれない。いや奥が深い世界だな本当に。綺麗にある程度、はい、画角的のノイズも入れないですごく綺麗に撮って、なおかつ構図だけど、やっぱりパッと見は構図が最初に来るから、構図、そう、構図とかの勉強とかこんなしたことないから、人によって全然違うし、切り取り方で変わっちゃうもん。バッて全体写して、でもこう切り取ったりするんじゃないですか、はいはいはい、うん、その切り取りセンスでやっぱ変わるもん。変わりますよね。だから僕そのなんかその
トリミング、要はどこを切り出すのか、うんうん、だから、あの、それがあの、これすごい難しい話、難しいっていうか、ごめんなさいね、ちょっとあ頭あれなんですけど、ごめん、何話、あ、なん、まあいいや、ウェブ用の写真って横長だったりするじゃないですか。で、セオリーってあるじゃないですか。例えば YouTube のサムネイルだったり、ヘッダー、サムネ用とかあるじゃないですか。で、あの、写真のプロの人って結構寄りで撮るじゃないですか。僕、ウェブの素材で欲しいから、引きの写真が欲しいんですよ。後でね、トリミングするようにね。そうです、そうです。うん、だからそういうのもありますよね。だから、あれは、それはね、あれも寄る。例えば、はい、ある程度引きで撮ったりするじゃないですか、はい、そこはね、画素数がね、もちろん大きいカメラの方が有利だから、結局劣化しないし、はい、そう、画素数が小さいと結局ギリとかで撮らないと後々ですですよ、ね、そう、まあでもウェーブぐらいね、まあ平気か別にそうでもないから、でも画素数が大きい方の方が後で切り取りのことを考えると有利、余裕は、うん、有利は有利、その大きさにもよるけど、まあでもその近づける、これでも被写体深度だったりいろいろ変わったりとか全然近く見えるからね、引いて撮るのとちょっと遠くになればなるほど被写体深度も変わってくるから、フォーカスのポイントが合う場所とか変わって、ズームで撮ったりとか、まあ広角で撮ってもやっぱ広角だとそんな変わんないけど、ズームで特にその寄るのがこれでまたすごい変わってきちゃうから、奥行きとかが、まあそこまででもね、考えてやってないっすよね口では言ってるけど、口では言ってて頭で言ってるけど、実際じゃあできんのかよって言われた時に、うん、微妙みたいな、もうね、感覚になっちゃいますよ、もう本当に。被写界深度って、うん、何枚かレンズある中のピンポイントの中のレンズのどれかで合わせるって感じなんですか、だから周りがボケるって感じなんですか。うん、中のやつがそう、一部だけ動かしてるから。ああ、そうそうそう。で、被写体深度って、はい、厳密に言ったらここに合わせたら、はい、ここなんですよ。ここはね、はい、ほんと完璧に合ってない。ただ絞ることによってここが合ったように見えてるだけで、厳密に言ったらここに合わせたらここなんですよ。ここの線だけなんですよ、はいはいはい、だけどまあ絞ることによって合ってるように見えるっていうだけで、この辺がほんともうここにピンポイントなんですね、じゃあ、うん、本来はね、はー、本来はね、もうだから本当に明るいレンズでここピント合わせたらもうここなんかボケボケになっちゃう、これぐらいの差でも。およそ望遠になればなるほど遠くに分岐を左方向です。で、人なんかだって人の顔だけでもやっぱり、うん、なんだろう、1.4 とかの明るいレンズとかだと目に合ってるけど鼻とかに合わないから、この辺とか、うん、目のこのここだけしか合わないから、この辺はもう若干ぼやって、あのアイドルの女の子とかの目の色を鮮やかに撮るのってあれ、ああ丸くなってんの、はい、あれはあれはね、そういうこういう丸いライトがある、はい、こういうね丸い、あ、違います違います、あの それじゃないです。瞳をきれいに撮る方法、純粋に瞳をきれいに撮る、もう瞳に完璧にピント合わせるのみでしょ、のみです、うん、あとはだからやっぱりその後ろからガンガン照明焚いてますよね、あれ目とか、はい、後ろから照明焚くのはないですか。あー、モワモワってさせんのかな、周りを。あくまでも目とかあんま関係なくて輪郭だけだから、はい、後ろから背中から照明焚くんですよ、こうなんつうの、はい、こう、あ、ここの、はいはい、境界線を、うん、ラインを強調させるとか、後ろから光当てたりする、うん、そうすると輪郭がはっきり後ろから光が入るからっていう、目は目で別になんだろう、後処理か直接明るく撮りたきゃ露出明るく目に撮るかかな。もう大体でもね、雑誌でも何でもそうだけど、手食えない、あの、食わえてない写真なんかないっすよ。まあまあ、そうそう。基本、絶対食わえてるから。カメラだけの性能だとね、限界があるんですよ、やっぱそこは。うん、そこは。データとしては残ってるんだけど、
データは必ず残ってるからそういう風にできるんですけど、後処理で。そうだけど細かいやっぱり色だったりちょっと光の具合っていうのはなかなか、まあ、照明度完全に近くまで、要は 100% じゃないけど 80%、90% その光とかで作るってイメージなんですよ。で後で 100% にするには色を乗せてみたり修正したり、それで最終的に完成形っていうか、あくまでもイメージ。もう沼だもん、この世界。いや沼っすね、ほんと沼、答えないから。答えないっすね。いやでもめちゃめちゃ楽しいっす。めっちゃくちゃ楽しいっすね。もうそこまで好きになると思わなかったけど、あ、もう僕自分でもびっくりしてます。そうそう、これすげえ世界入ったなみたいな。そうそう、毎日楽しいんですよ最近。でなおかつなんかやっぱり自分でこうね、カメラやっぱりね、買ったっていうのもあるから、はい、買うまではね、そうっすね、実感なかったし。そうそう、買って使ってみればわー、やばいっすもん。あ、こんな違うんだ、はい、上手くなりたいっすね。いや、そうなれますよ、駅駅。でもね、本当にあれですよ、後処理っつうのは、はい、もともとその撮ってすげえ綺麗に撮るっていう、はい、でも多分自分のイメージがあると思うんですよ、はい、なかなかカメラだけの処理じゃできないから。わかります。ただ構図と、はい、なるべくノイズが出ないような感じに撮るっていう方向性で考えて撮ってって、で最終的にはもうある程度構図とね、ある程度適正露出で撮ってあれば最悪、あの後処理でいくらでもできるから。ただその適正露出とか何とかってちゃんとなってないと、はい、それはあれっすか、もうある程度そのモニターに表示される適正露出を信じてればいいんですか。あとはあの変なグラフみたいになってる、あれを左の、あれ見て大体こんなもんかな、この形を覚えて、右寄りすぎると明るいとか、左くっついちゃって、はい、寄りすぎちゃって暗いとか、はい、あるから。でもまあ通常光と夜景だったりとか、まあ、その環境でいろいろなグラフも変わるけど、基本的には理想的なあれ、まあ、画面ももちろん見ながらやれば、ね、大丈夫です。どうしても明るいところを目いっぱい上げたりするとノイズが出てきちゃうから、ああ、だからそれ発生しないようにするのか。それでじゃあ逆に言ったら明るくなっちゃって白飛びみたいになって、いくら下げても暗くなんなかったりとか、そこが白飛びに完全になっちゃったりするともうデータはないってことだから、だからもう素材は適切に撮るって感じですよね。そうそうそう、色を乗せるときは後からっていう。そう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 、そう、そこだけ気をつけて、あともう構図じゃないですか、あとはノットに、あとピントってブレてないか、そこだけ見て、あとはもう色合いなんか後でちょっと気に入らねえなと思えば、まあ大体イメージで色は最初に JPEG で乗った時のイメージ若干、あ、こんな感じなんだねって、じゃああとはこれぐらいの範囲だったらまあ後処理できるんでみたいな。フォトショップってローデータって扱えるんですか。うわ、使える使える使える。でもね、フォトショップよりショールームでしたっけ、ライトルームで処理をして、おいでライトルームである程度その何枚かある写真とかあったりして、それ平均化して、して細かいところを後でフォトショップでいじくる、本当に細かいところ、ほぼライトルームで完成するんですよ。僕ライトルーム持ってなくて、あのフォトショップ持ってるんですよ、うん、フォトショップいじるのではライトルームの方が敷居が低い、敷居が低い、ライトルームの方が楽。あ、楽ってことなんですね。フォトショップ持ってればそっちでも構わない。そっちでも全然、うん、大丈夫。ライトルーム新たに買うのあれだなとか思って、あとは、はい、多分ソニーもメーカー用でね、はい、動現像用のソフトも多分あると思います。あ、マジですか。多分無料かなんかであると思います、はい、分かんないけど、はい、日本とかはあるから、はい、多分、まあ、簡単に、うん、あれするのはあると思いますよ。そこそこできるんじゃないかな。今日向かってるのはね、俺がね、どうしても前から撮りたかったところ、もう絶対ここで撮ろうっていう場所がネットとかで調べていくつかあって、今日連れて行っていただけるようになりました。ただあの通報とかはめんどくさいんで、ちょっと場所の方は伏せさせていただきます。であのツイッターに写真が上がった段階で、ああもうここしかないわって絶対分かるはずなんで
めちゃめちゃ有名なチョコフなんで。でもあそこは平気ですよ、通報も。まあ大丈夫ですよね、うんうん、外だし、なんもない、平気平気平気っすかね。なんでも来てくださいやっちゃってまあでも閲覧18ですからねかもう完全に身内、もうほんと好きな人しか見てない状態なんで、まあね、通報絶対ないですね、今回。え、今フワッチですか。フワッチです。フワッチか。はい、フワッチ18って結構エグいっすよね。エグいな、ちょっとヤバくないですか。ヤバ、ヤバ。まあ全然、まあ便所さんとかどうも祭り状態なんで、まあその時は状況、はい、状況っすよね、うん、まあ僕はもう完全に今日は勉強モードで、あーちょっとリスナーさんには申し訳ないですけど、面白いなと思うね。こんな感じです普段わかる。なんかもう楽しくてしょうがないの。まあ正直リスナー数じゃないっすよ。だからやっぱりこんな話聞いてんのね、カメラ好きな人しか聞いてないだと思いますよ八王子に嘘止まりるわねもう俺あんまりクリーンっていうわけじゃないよ。やっぱね、あのおよそ300m先直進です。万が一配信やろうとかできなくなるからね、そんなことばっかりやってると。まあ間違いないですね。逆に出て開き直って一悶着あるのを覚悟でやるんであればできるけど、はい、だけどそういうのがなければね。直進です。いい写真撮り、なんかまだ、まあ、当たり前ですけど、なんかうわいいじゃんみたいなの一枚もないんでいやそんなの俺だって未だにどれくらいですか、その最初に俺これいいじゃんって思える写真の最初の一枚っていつぐらいですか。いやー今だってそんなないっすよ、正直な話。うーん、あーこれあーうまくいったなって、ほぼほぼなんかもう毎回、はい、なーんなーんなーんって思いながらやってますよ、マジ本当に。これがすげえいい、まあ別に作品として出したこともないし、はい、あとはね逆にね自分がね、はいはい、いいと思ってるやつより、はい、なんだ何個か並べて、はい、やっぱりね、はい、違うんすよ自分、はい、自分がいいなと思うのと人がいいなと思うのがやっぱり圧倒的に違うから。それあのプロカメラマンの人全く同じこと言ってて、そうそうそう、で意外と客観的にいいものが良かったりするから自分の主観でいいものがいいものがなかったりするって言ってました。だからやっぱり万人向けも要はプロの目から見たら少数でいいっていう人がいたとしても、はい、やっぱり結局それを商、まあ、商売っていうかあれだけど、うまいって世間に知らしめさせるのはやっぱみんながみんないいと思う。万人のプロがね、はい、10人いいって言ってたって、はい、一般の人たちの100人1000人がいいって言ってる方が正しいんですから正直な話。 リツイートとかいいねボタンとかね、それがね正しい。難しいですよね、本当に。難しい。そこは、どれだけ万人の目を持ってるか、難しいですよ。だけど、まあ、プロじゃなくて、自分だけの中でいいと思ってて、自分が良ければいいなら、それでいいと思うし。はいはい。多分、そこですよね。そう。それを商業的にやるのか。商業的にやるのか、自分だけで本当に楽しむのか。ただね、なんだろう、なんでもそうだと思うんだけど、最初はやっぱ人の真似からでいいんだよね。まあまあ、だってできないもん。できないっす。ひたすら吸収しようと思って、最初の半年とか1年は。だって未だに、例えば、はい、和道さんも言ってたけど、はい、多分人物でこう、日本に、はい、まあ、人物すげえ中心なんだろうねみたいな、はい、風景はあんま撮りたくないよねって逆に言ったら、はい、今はまあ練習だからいろいろ撮るっていうのがあると思うけど、はいはい、最終的にはこの最終的にはそうですね、セルフポートレートじゃないですか、セルフポートレートってなってるけど、はい、俺未だにそんなはっきり決まってないもん。おー、まあセルフポートレートみたいにできればいいかなっていうぐらいで、景色もまあ撮りたいなって気分気分で決めちゃってるから、だからね、あっち行ったりこっち行ったりしてねダメなんで。でも幅は広がるから何でもできるんで、オールラウンドに行けるって武器の一つですよね。あーまあね、なんかを極めた方が近道っちゃ近道だと思う。でも
需要があるんだ、やっぱり。まあ商業用的に考えたんで、人ありきのものだから、うん、景色の写真なんかよりはね、まあ、景色は儲からないですもんね。儲からない、よっぽどスポンサーでもつかなきゃね。大体みんなうまくいってる人はやっぱりスポンサーがつくからね。あ、うん、もうどういう流れつくんですか、写真のスポンサーって。だからどっから声かかるんですか。だからやっぱね、はい、なんだろう、あれが一番あれなんじゃないの、基本的に。だからカメラメーカー、最初の製品出したりするじゃん、その時に。それで要はそのそれを使ってもらったりして、それとか、あとは例えば物撮りとかだと、はい、やっぱりそのキリンだったりとか、ああいうウイスキーだったりなんとかっていうのがみんな専属でいるから、物撮りは物撮りとかいるから、ああいうメーカーとか一人いるけど、はい、そいつなんか3年ぐらいで、はい、キリンかなんかスポンサーになって、間違えた、こっちやるな、キリンスポンサーついて全然、はい、3年目だからね、すごいっすね。多分ね、でもやっぱり人脈ありきだと思うんですよ、その辺は。まあ、まあ、まあそれはどの世界もそうっすよね。そう、うん、そこだから和道さんなんかもそうだけど、やっぱりそういうね、はい、こういうSNS、あ、もう配信やってるとよくわかりますね。そうそう、人との繋がり方が違うと思って。違う、速度めちゃくちゃ速いし、めちゃめちゃ速いですね。普段会えなかったような人と、はい、もうちょっと止まるんだよ、ちょっと。だからやっぱり強いよ、配信で大手になるとこのメリットを本当に圧倒的に一つ挙げるとするなら、やっぱり人っすね。なんかやりたいと思った時に、そう助けてくれる人が必ず現れるっていう、必ずそこに特化した人間が、はい、見てれば誰かしら絶対いるはずだから、はい、だからハブになりやすいですよね、そのなりやすい、もうなんですか。だって僕だってそうじゃないですか、はい、今回、はい、そう別にプロじゃないけど、うん、要は和道さんが、ね、はい、カメラ教わりたい、カメラ教わりたいとか、はい、カメラに興味あるから、はい、あるからと思ったから声をかけたわけですし、はいはい、多分それがなかったら、はい、来た来たカメラ好き、もうカメラ好きしかいないですよ25人は絶対カメラ好きしかいないですよ、これ、はい、雑談好きはみんないなくなってるから超面白いですよ、これ、うん、そうじゃないですか、はいはい、実際だから。だけど、はい、それをね、はい、なんだろう、例えば雑談でやってても、はい、僕なんかもそうなんだけど、はい、興味を持って、はい、和道さんなんか、まあ、ある程度人も集まって、はい、まあ、今までのあれがあるからある程度集まったし、はい、それだし、はい、その自分のやりたいっていうことを直球でやればね、うん、早いよ、はい、早いですね。ああこうなんだ、こうなんだ、ああこれだったらこういう人がいるよとか、そう、なかなか、あとは言えない人もいるからね、こういうことやりたい。あ、でもこういうことやりたいって言えない人、配信者に向いてないっす。そうだよね、絶対勝つっすね。要は送ってっていうか、だから新やつを見ててやっぱりこの人は発想が大手だなと思うのが、うん、誰がどう見ても迷惑行為やってるのに、うん、なんか喜ばれてるって思ってるんですよ、本人は。あ、要はツイートしてくれてありがとうみたいな、俺の、要はみんな叩いてるのに、おちょくったり叩いたりしてるのに、うん、俺はみんなから愛されてるみたいな、なんかモードに入っちゃってて、あ、生粋のバカだなとか思って、お前人の迷惑考えろよみたいな、いや俺は期待に応えるからみたいな、どんだけバカなんだこいつと思って、そんな強すぎても、はい、うん、やばいよ、やばいっす。でもさ、その先最終的にはさ、はい、やっぱりさ、はい、特に俺なんかやっぱ見ててさ、はい、太郎さんなんかがいいね、理想ですね、そう便所さん理想ですね、うん、あの人だから便所さんも魅力的なんですけど、圧倒的に魅力なのがリスナー層がめちゃくちゃいいんですよ。もう本当にあれ羨ましいですね。だから東郷さんとかもそうだし、なんだろう、すごいですね。なんか力ある人が便所さんのところに集まってて、やっぱりなんだろう、指紋もだから便所さん一番最初に絡んだけど、うん、なんか多分プライベートとかなんとかって変なことないだろう、変なことって言ったら変だけど、うん、やっぱり俺らは配信上でしかその人判断できないから、はい、僕便所さんすごいなって、明らかに年下で配信でも格下じゃないですか、閲覧数とかでも。僕に絶対配信外だと敬語なんですよ、あ、それはあるかもしれない、メールとか、要はビジネス的というか、ちゃんと仕事として配信でやってるから真面目だからな。あと必ず約束の時間の1時間前に現場入りしてます、ね、あの人、そうだから仕事としてちゃんとやってるところが、要は業界の人から好かれるところなんだなっていうか。だから多分生主って言ったら、はい、その辺が
まあ、もう圧倒的ルーズですね。でしょ、はい、だから逆に際で際立つまちますね。はい、名刺とかも用意したり、ちゃんと挨拶文とかもできるし、だからそういうとこなんだろうなとか思う。多分要は変な意味で画があんまり強くないっていうか。およそ 200m 先左方向です。便所さんね、便所さんいいですね。便所さんはね、うまくすごいなと思うもん、見てて、うん、いやこれ難しいだろうと思っても、捨て頃の最初の時もそうだけど、どこまでできんのかなって見てたけど、はい、まあ、わーっすよね、すげえなと思って、2回目もあーやっぱさすがに、だからだけどね、はい、逆に言ったら僕なんかも最近全然便所さんともコンタクトしなかったけど、はい、左方向です。あのね、大きくなりすぎてきてね、近寄りがたい。まあ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 、そうっすよね、そうっすよね。それは初期ファンの悲しみですよね、それって、うん、まあでもそれは本人がうまくいってくれるのはすごくいいんだけど、逆に俺なんか言ってもしょうがないしなと思っちゃう。だからセゴロ2という写真とかも誘ってくれたけど、はい、いや俺が出るあれじゃ、行くあれじゃないなと思って。いや僕捨て頃2あんまりその評価されてないけど、すごいと思ったのが1の時よりもカメラの台数増えてるし、画角完璧だったんですよ、プロちゃんとね、あのパン、あだからそうだ、クオリティめっちゃ上がってます、1と2あの DVD かなんか、そうですそうです、やつ、はい、プロの人に頼んだんだ、多分40人ぐらいカメラスタッフだけで集まってたんで、ホントに多分相当金払って、ね、いやそう、カメラだけで40人か分かんないですけど、スタッフ圧倒的に増えてて、あ本当に、で後で 見返してもうまかったっす、うん、でも多分まあリスナーさんでやっぱりそっち系の人も結構何か入れてるんでしょ。いや多分あれ業者だと思いますね。業者なんだ、すげえな。要はなんか本気でやってましたね。もうあれはね、別にさ、便所さんの方がああいう実績作っちゃったら多分まあ企画やみたいな感じで主体は行くんでしょ。でもそうなんすかね、まあ、配信で面白いからやってると思うけど、はい、まあそれありきっていうのもあるじゃないですか。ステップアップ考えてるでしょうね。便所さんはもう見てる目線違うなと思いますね、あの他の大手配信者とは。違う違う、ちゃんと積み上げてますよね。捨て頃も どっから発想来たんですかって言ったら、俺配信、ま、あの始める前からやりたかったんだよって言って、あ、なんか5年温めてたんだよね。まあ自分がね、もともとやってきたやつだもんね、うん、その格闘技とか。だからタイミング間違えてないですよね。僕タイミング間違えてるんですけど、いつも早すぎるよって言われるんですけど。でもまあなんだろう、それも例えばなんかもう見てたけど、はい、石川さんとか石川紀之とかもさ、うん、配信業配信業ってバカなこと言ってんじゃねえよって言ってたけど、うん、結局ああいうのずっと思い続けて、ああいう風にまあ叶えますよね、やって言っていけば、はい、必ずはそういう方向性になんか行く。だけどやっぱりそこまでなるまでみんな普通、俺もそうだけど諦めるでしょ。まあまあまあ、だからまあクレイジーですよね、うん、諦めないね、そういう風になるんだと思い込みもすごい大事だよね。あ、ヒイラギリオのメンバーが今回ステゴロ2とか撮影やってくれたんだ。へぇ、あ、もうガチオタ勢だから、だからうまいんだ。ああ。みんな詳しいね。詳しいっすね、さすが。だけどね、配信はもう俺も見方が変わったの、すごい。あ、そうっすか。え、どう変わったんすか。やっぱりだから、もともとのさ、はい、ニゴ生からスタートと考えてさ、はいはい、やっぱり趣味の範囲じゃないけど、はい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 、そういう遊びの、はいはい、遊び場でしたね、の場だったじゃないですか、はい、もう完全そうでした、はい、ただ、だからやっぱりそれを職業にするって聞いた。だから結局、まあここはドレさんみたいになっちゃうけど、うん、みんなはね、刷り込まれてるんだよって、その常識とかなんとかっていうのを、はい、要はその生まれた時から教育とかで、まあそうだから結局まあそう、常識非常識じゃないけど、はい、でも基本的にはそんなのさない、まあある程度のラインはあるとは思うけど、はい、でも何でもありって大変だけど、はい、だからみんなが職業と思ってなくても、それが実際そのね、はい、あれで稼げて食べれれば職業にもなるしさ、はい、配信サイト自体もそういう風に移り変わってったわけでしょ、みんなが。僕配信始める前に、あ、もう配信で食ってこと前提に配信を始めたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。それで、しかも生活保護だったんですよ。ぶったたかれまくってたの。そうなんですけど、あの、なんで食えるかっていう計算が、約多分僕の計算だとニコ生の感覚ですよ、500万人ぐらいのユーザーが多分
配信に1ヶ月に1回見る計算だったんですよ、うん、要はヘビーユーザーじゃないとしても、うん、まあ見たことあるし見るよ。見えてる？見えてるのかな？見えてる？みんな見えてる？どう？見えてたら教えて、コメントで。見えてますか？見えてる？映ってる？見えてる？ありがとう、エヴァさん。風景だね、今日は。電波悪い？みんな電波どうすか？あれ電波悪いかな？あれ電波悪い？電波悪い？電波悪いっすか？見えてますか？あれ止まった？止まった？見えてない？見えてますか？皆さん見えてますか？調子悪いな。見えてますか？ダメ？止まったのかな？見えてますか？見えてますか？誰も見えてる。 OK、 ありがとう。
しい。今撮ってます。綺麗だよ風景。
レインボーブリッジ今撮ってる。今撮ってるのはレインボーブリッジですね。はい。やっちゃった。え、なんすか？忘れ物すか？え、マジですか？でもいいです。いやいやいや、あの、うん、もう入れ積んでましたよ。2本？あの、長い方ですよね。長いのともう一個。え、これともう一個あったのは知ってます。そう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 。あ、これともう一個あって、はい、もう一個、あの、固定してたやつ。固定してたやつ、うん、あ、わかった。カメラの方だ。そう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 。あれ多分、あそこですよね、線路とか。線路。あ、いや、とりあえず大きくていいです。取って、はい、なくなったらなくなってしまうから、はい、取り行きましょうよ。いや、いいっすよ。いやいやいや、取ってて、はい、取りましょうよ。あ、取ります。はい。あ、細回します。生細回します。ああ、了解了解。レインボーブリッジ見えるよ。カメラインカメですね。で、こちら向こう。東京タワー撮るんだと、はい、あそこのなんか島みたいな、はい、そこ行けば出てます。了解です。ここだと隠れちゃう。あと遊ぶから撮れば見たい。はいはい。レインボーブリッジ見たい。なんですか。あ、もちろんもちろん。やってください。はい。
ャッタースピード遅くなると波の陰影ってなくなるんですよね。これシャッタースピードを速くした方がいいと思うんですよね。切るの波を出したいのであれば、波を出したいなら早く。了解です。むずいなあ。こんばんは、青ずいらっしゃい。よいしょ、もうあの風景 OK かな。どうみんな、青ずいって北海道なんだっけ、どこだっけ。あ、北海道じゃない、四国だったかな。ここお台場っすね。お台場っす。じゃあ俺の方に向けようかな。四国か、四国か。撮影風景を、じゃあ今度はお楽しみください。シャッタースピードは遅かん。シャッタースピード限界まで速くするんだったらどれくらいで感、ここだとどうですかね。感覚的にどれくらいでいきますか。波を映したい。50分の1イースター、30分の1、50でいってみます。そう、8000ぐらいですかね。8000じゃダメだな。1万ダメか。12,800。どうだ。あー、なるほど。あしたらもうちょっと行った方がいい。じゃあ明るいところに取ればいい。難しいな。やっぱこれ波打った方がかっこいいですね。でもダースピードどうしよう。これかな。これだな。うん。取れました。取れた。はい。映りましたじゃん。いい感じですね。初見さんいらっしゃい。なんかいろいろ試したんですけど、これがベストかなと思います。難しいですね。ただでも雲のなんかシャッタースピード速くなると水が綺麗に映るんですけど、雲の光が集まってなくて、あでビル の, その陰影の感じがそのシャッタースピード遅くなるとこうバーってなっちゃうんですけど、速い方がいいんですけど、まあ、その辺はなんかの調整室ですよね。ちょっともうちょっと限界までトライしてみます。
り集めるには2秒の ダメだな。ダメ？いや、あの、やっぱりシャッタースピード遅い方がかっこいいですね。あ、遅い方がいい。はい。ちょっと揺らいでるぐらい。揺らいでるっていうか、もうこれがベストですね。これがマジでちょかっこいいのが、20分の1のシャッタースピード。20分の1ぐらいがちょうどいい。はい。F2.5 の ISO6400 ですね。がベストかなって今ちょっといろいろ。やっぱ ISO 1万とか2万まで上げちゃうとザラッとしますね。あー、1万とかね、厳しいですね。6400でも若干ザラッとはするんですけど、でもね、はい、6400だったら、はい、圧縮するから、はい、画像がだからこんなでかい状態で見てるから、はい、なんだろう、テレビモニターぐらいとかだったらそんな違和感ないし、ないですか、除去、はい、今こんな感じですね。6400ぐらいだったら、まあ、3200ぐらいに最近なんか最初頃あの長い時間撮ったんですけど、この波がこうザーッと出るじゃないですか。これを消したいのと波の陰影を出したかったんですよ。で後半この辺ぐらいからやっぱ、ね、で今まあで上げすぎたらやっぱザラッとしてて、これがベストかなっていう。20分の1？はい、自分の中ではこれですね。はい、20分の1、はい、いいの撮れました。お台場ですね。レインボーブリッジ撮ってますね。これ撮ってます。あとでツイッターに上げるんで、もしよかったらツイッターフォローしてください。今撮ってるのはこの風景です。この風景。この風景を、あの写真撮ってます。よいしょ。今勉強ですね。映画撮影のためにいろいろと勉強をしてるところです。ちょっと頑張ってみます。2秒、何だったっけ、さっきベストのこれだから、シャッタースピード20、シャッタースピード20分の1、25。やべ、ズボンが落ちた。かっこいいっすね。あ、なんかちょっと映画的ですね。これ水面にフォーカス合わせるとどうなるんだろう。あ、ちょっと水にフォーカス合わせてみます。こうなるんだ。ダメだな、水にフォーカスはダメだ。ってことはさっきの設定が20分の1の ISO を6400の F4.5、 これか。行ってみるか。車の感じもこんな感じ。
写真も奥が深いんだな。シャッター速度でイメージが変わる。全然違うよ、びっくりするよ。あのね、要は光を集める時間なんだけど、光、要は暗いところだとさ、シャッターの時間30秒とかに設定すれば30秒間光を集めることができるわけじゃん。だけどそれってどういうことかっていうと、あの光が集まりすぎちゃってビルの夜景とかをボワーっとしちゃったりとか、水面に映ってるこう波打ってるのが全部を拾っちゃうからボワーっとするのよ、光の雰囲気が。で今回は水、あと波とかもボワーっと平面っぽくなっちゃうのね。で今シャッタースピードを短くしたらどういうことかっていうと、瞬間を切り取ってるから水の波とかがくっきり映ったりとか、あとその光もそう くっきりはっきり映る、そういう感じだね。戦闘機すごい、そういう感じです。だからそのシャッター切るスピードでもう全然違う写真になる。あとは雲の感じとかも運だね。これはあとね、車が通ったりの雰囲気とかでだいぶ変わるから、これはもうこの身長だから運だね。足長いから、足長いからすぐ出る、一瞬顔向けられちゃう。取れたかな。難しいね、奥が深いね。夜景面白いですね。うん、どうしよっかな。ちょっとトライ、別の方法でトライしよう。もう少し撮らせてください。水面だけを撮ると。
君たちの光が邪魔だ。引っ越しだい。引っ越し。お、フォローありがとう。超いいの撮れてます。やばいっす、やばいっす、これはやばいっす。最後にもうワンショットだけいきます。いいですか、ちょっと30秒いただいてもいいですか。あ、いいですよ。すいません。朝堂さん、朝堂さん、朝堂さん。
これでシャッター切っていただくことってできますか。はい、あのこれでシャッター切っていただくことってできますか。いいですよ。ありがとうございます。この構図めちゃめちゃ良くて、これでピントと位置合わせてシャッター切っていただいてもこれフォーカスシフトになってましたっけ。フォーカスしてないです。合わせないといけないです。マニュアルで。あ、大丈夫だ。これで構図って合ってますか。構図はね、ちょっと待って、うん、中心。はい、お願いします。ありがとうございます。今撮ったやつやばい。これ見えないか。後でツイッターに写真あげるから。いやこれ最高傑作かもしれない。これやばくないですか。これやばくないもん。あ、綺麗。すごい綺麗。いいっすよね。うん、これはインスタ映えしますよ。絵を上げました。いやこれもう今日やばいっすもん、マジで。絵を上げましたね。あざーす。いやこれマジで最高傑作撮れたわ。うわこれいいわ。うわ超いい。やべえ、超テンション上がる。よっしゃ。いやもう楽しいっす。僕も満足したショット撮れました。僕はもうバッチリっす。やば、超いい、これ最高。いやこれね、多分ね、ツイッターいいねの嵐だと思うよ。今日はやばい。今日のこの写真はツイッターいいねの嵐よ。やべ、早く現像したい感じですね。戻ります？撮ります？あ、僕も OK です。あとさ、そこ立って。はい、荷物片した方がいいですか。ここでいいですか。いいよ、そこは。ここでいいですか。そっちは端っこによって、こうやって、うん、そこで、うん、ちょっと待ってもらっていいですか。せっかくだからリスナーさんも。この辺からこの辺から、うん、
あー、ササロビズさん、また来てください。ありがとうございます。どうすか、難しいですね、これ。下から煽って上入れたらどう？そうだね。下からの方がいい。下から煽った方がいい、ね。煽った方がいいですね。はい、これね、はい、結構ね、離れないとね。あ、そうか、望遠です。そう。望遠で下から煽るのめっちゃ難しい。そう。なかなか煽りが効かないもんね。でも、まあ少し。あれ下だけで違う。まあだいぶここは狭まるからね。はい。ここで行けるかな。いけますね、やっぱちょい後ろ。応援やばいっすね。あ、結構ブレるからさ。いいね。上がってんだよね。上がってますね、そこ。難しいっすよね。3泊くらい行きます。はい。これ身長170。テカってますね。さっきの油汗で僕ら汗かいてるでしょ。テッカテカっすね。はい、やばいよ。おいっすおいっす。マジやべえ、暑い、うん、暑いっすね。ワトさんさ、はい、海飛び込め。そういう配信的な配信的な、はい、どうしましょう。あ、これをバックにってことですか。そうだね。あれ、柱の光って消えますか。もう消えちゃった。もう11時ぐらいになると消えるから。さっきのラッキーだ。こういうことですか。あ、それで、それがいい。その辺でいいです。誰も行かなかったらボケるので。ちょっと待って。なんか俺のせいみたいになっちゃうから。いい、大丈夫、大丈夫。ここっすか。
あー、ありがとう。綺麗な風景でしょ。アイス、アイテムありがとう。サンキュー、アイテムありがとうございます。ごめんね、コメント拾ってなくて。コメント拾わないで刺さるな。じゃあ僕らは次の撮影スポットに向かいます。ツイッターに写真あげるんで。